ようこそ。おい、暖炉の前を開けてやってくれ。皆様こんにちは。ハースストーンの実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょうというところで、2016年8月シーズンは最高ランクは5、しかし最終ランクは6という形になり、草の古代樹でのフィニッシュという風になりました。ちょっとね、見た目がライオンのような豚のような、その愛の子のような雰囲気ではありますが、何はともあれ大体強いミニオンです。大体強いミニオンってちょっとよくわかんないですけどね、50とかね、10とかね、そんな感じ。そして海の巨人の財宝をゲットしますと、ゴールデンエピック確定というところでクリックして開けるんだ。はーい。そしてうわー、まあ使わないかな。あ、2、おー使うかも。すりゃあー、まあなんかこれを使ったデッキもあるらしいですよね。コントロールシャーマンってやつですか。まあ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 、うーメディーというところで、今回ボーナススターが20個ついて、そして9月はランク17からのスタート、またランクをモリモリと上げていきましょうという形なんですけれどもですね、さあ今日何をやろうかなという形です。このようにですね、クエストも、まあ、いっぱい溜まっておりますし、まあ、ランクも17というところでランクマッチをやっていきたいというところです。そしてまだソロアドベンチャーも解放されていないのでというところなんですがですね、実はなんとリスナーの方からメールがありまして、セントさんプリーストお好きなようですね。私自分で考えたプリーストデッキがあるのですが、ぜひこれを動画などで使っていただけませんかという形で組ましていただいたのが、このカスタムプリーストなんだっけな、デッキタイトル、沈黙復活プリーストみたいな、そんな形だったような気がしますね。コンセプトとしましては、払い清め、そしてこの沈黙を使って、堀に潜むもののデメリットを消したり、伝令するものベラズイの、おかげで出てきたミニオンを11から、まあ、ちゃんと元に戻したりとか、あとまあラグナロスを普通に殴れるミニオンとしたりとかっていうことだというふうに伺いました。それからオーケナイのソウルプリーストと宴のプリーストが被っちゃった時にどっちかのテキストを消すみたいなね、いう使い方もということだそうです。でまあテストで使ってみたんですが、まあこれ埋葬にしたいかなっていうふうに思ったんですが、払い清めを埋葬にして、じゃあボラズィもケイアンブラッド夫婦とかで、ね、よくないみたいな形になると、もうちょっとやっぱりね、オリジナルデッキじゃなくなってしまいますから、まあ、今回ぜひこのリスナーの方の考えた、僕の考えた最強デッキ、こちらを使ってプレイしていきたいというふうに思っております。まあプレイングは至らない部分は非常にあるんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、一応ですね、生放送で5回ぐらい使わせていただきました。なので一応できるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、自分のパンダプリエストみたいな感じだと思いますね。ただね、6ターン目までにね、結構きつい状況になってることが多いのとか、あれやっぱり言うてですね、埋葬を入れないっていうのはかなり勇気のあることですよね。光が勝利をもたらさんこと。ただこの堀に潜むの、これ面白いカードであることは間違いないと思います。だからぜひですね、あのカードうまく使えるようにしていきたいなというふうに思っておりますね。では相手の方はパラティーン、こちらは復活沈黙プリースト、確かそんな名前だったような気がします。名前忘れちゃいましたね。相手の方のパラディーンのタイプはアグロなのか、はたまたミッドなのか、コントロールなのか、まあウゾスタイプかもしれませんよね。ただいま剣山、この段階じゃ何とも言えませんね。キョンとりあえず大きな犬のソウルプリーストを出します。
しかしこれはやられてしまいます。となるとケナイのソウルプリーストを出します。間違えたかも。これこのターンターンエンドでよかったですね。で次のターン対局開始でよかったな。おお、素だし。ただいま剣山。なるほど、動物デッキか。入ってるのはドラゴンですかね。ドラゴンパラディーンみたいな。あーでもそうか、マーロックもありえるのか。ちょっといろいろありますね。開始。表現に応用する。ちょっと難しいな。突っ込んで戦え、この打ち虫。そうですよね。何回もやられちゃってるな。遊びに付き合う暇はない。ツルーシルバーチャンピオン2本マジできついですね。これどうしたらいいんだろう。しかしこれね、ちゃんとこの沈黙を使って掘りに潜むものテキストを活かせるかもしれません。ミニオン1体を破壊するっていう能力ですからね。うわ、どうしようかな。このファンネルケーキで祝福あれ立て、そして使い道はないかな。ウルダマンされそうですけどもね。まあそれはそれででしょうね。魔術の継承者が相手だ。おお、へえ、なるほど。これは一掃したいですね。あいや、それはオラのケーキだ。こうかな。いやどっちなんだろう。結局ドラゴンの卵かえっちゃうからな。44強いな。沈黙しますか。あいや、それはオラのケーキだ。こうして沈黙して、ジャークオス。で回復させますか。でこれでトゥルーシルバーチャンピオンやっと使ってくださるんじゃないかなと。使ってもらうしかないですからね。ただいま剣山。決まりに従いなさい。決まり、はいはいはい。あとお、これは出しましょう。対局開始。勝負包囲せ。なるほど。どうしよっかな。
ここどうしようかな。うまく沈黙絡めていきたいですけどね。払い清め来てほしいな。よしてチャン、我らの秘密は盗ませぬ、からのチャンと、ただいま剣山。これはどうすか。これでも検証を出して、何をするべきか。検証を破壊すれば、いや違うか。ただこれ47で出てくるんですよね。いやでもそれをわざわざやる必要ないか。検証出してただ回復してもよかったですよね。我は夢見る世界は震撼する。いやーやっぱ全然分かってないな、プレイングが。そしてこの埋葬がないと、このイセラをどうすることもできないという難しさがありますよね。まあでもこれ意味ないよな。ちょっとよくわからないことをしてしまいましたね。いやーこれ、いや全然わからんな。なんか指針の剣みたいになってますけども、あのいちいち混ざってますからね。いやこれプレイング難しいな。セーベツ、ただいま剣山。おお、そこ、なるほどなるほど。いやでもイセラは絶好ですよ、さすがに。なるほど、とりあえずこうして、こうしてこうですよね。で、こうしてこうかな。ちょっとドローしするとまずいか。まあでも十分ドローはできましたね。動物園は招待客限定で1枚2枚、何を引いたんでしょうか。ドラゴンと獣とマーロック。マーロック中は今のところしてないんで、獣とドラゴンですかね。ドラゴンとアジアドレイクとか。冒険に名乗りを上げる。うわ、マーロックだった。そうですね、今出した場所から推測するに、引いたマーロックはマルグルトン。なるほど、なんかいろいろすごいな。獣はこいつか。なるほどな。払い清め来ちゃいましたか。これあそこ味方しか無理なのか。いやこれでもドローするしかないな。ナロスか。いやこれ、てめえが
が血を流す番だぜ。てめえが血を流す番だぜ。いやーこれ難しいな。お見事。魔術の継承者が相手だ。ハイライターの守護者。悪夢。ミサル。ギリギリないかな。グランドトーナメントへようこそ、チャンピオン。ちぎりました。あれ、これもリーサルですか ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13。あれでしたね。いや、ごめんなさい。ちょっとね、プレイがひどすぎたんで、まあ、いつもなんですけど、ちょっともう一回やらせてください。いや難しいなこのデッキ。序盤そうですね、もうオーケナイのソウルプリストの2枚目をああいう無駄遣いして入ったこと自体がちょっと良くなかったですね。となるとそうですね、ハンドはできるだけ多く後半まで持っていきたいと。ちょっとゴールデンプリーストの名にかけて、ね、頑張りたいと思います。光が勝利をもたらさんこと。ミツゴン2は絶対入れますね。今のドルイドはこれで倒せるミニオン多すぎですからね。ファンドラルとか諸君集中しなさいとか強いですよね。逆に言うとやばいミニオン以外はミツゴン2も使っちゃいけませんからね。ちょっと最初のうちでも、まあ、獣タイプだとしたらもうそれを倒していくしかないですよね。しっかりやらないとな。デッキ提供してくれた方切れちまいますからね、この下手なプレイじゃん。ちょっと勝ちたいですね。いいですね、歌プリを何回もリサイクルしましょうか。したものか。とりあえずフェイスで受け続けて致命的な状況は避けつつというところでしょうかね。かなり熟考してらっしゃるところでしょうか。いやでも復活がある以上はね、出すって選択肢はないですね。しかし環境変わればね、使われるカードも変わりますよね。復活なんか誰が使うんだっていう話でしたけどもね、やっぱ井の一番にね目をつけるって方は本当すごいですよね。クトゥークトゥークトゥーか。ってことはファンドラル入ってないのかな。入ってる人もいるかもしれないけどな。
ンネル的に吹くあれ。これでもね相当強いですよ。この展開は復活プリースト的には理想的な状況ですね。もしこのターンで相手の方が頑張ってですよ、2枚ぐらいのカードを使って、まあ、歌プリを倒すとするじゃないですか。そうそう、なぎ払いとみたいな。そしたら2台出てきますからね。しかも3点回復しますから。でさらにその後オニキスのビショップでみたいなね。このハンネル的に祝福あれ。これはやばいですよ。ハンネル的に祝福あれ。ぶん回り復活プリーストですね。クテンは我が盾なり。とはいえこれは難しいところはあるな。これどうするべきかな。どうするかな、うん、強いなあいつ。対局開始。難しいところでしたけども、泣き払い。あと一口だけ。連機からなんですか。我無礼。クラクシが出てきた。これは厳しいな。倒せるは倒します。誰か怪我をしましたか。ノーシャイヤで、で体力はほぼ全開です。で回復する。払い清めか。これでも沈黙打っとくかな。それは俺の劇だ。いや沈黙の打ちどころ違うかな。1枚しか入ってないですからね。いやでも40はきつい。プリスト殺しですからね。魂の宴を始めよう。これどうすんのこれ。これどうすんだろう。グランドトーナメントへようこそチャンピオン。あいや、それは俺の劇だ。それは俺の劇だ。これどうするんだろう。回復した方がいいのかな。ハンド触るし回復した方がいい。いやでもな、いやこれは無理だよな。大きなのソウルプリストからの弾じゃないと倒せないミニオンが結構いて、なんといってもやっぱ埋葬がないですからね。あなたがご主人様。まあ焼かれるでしょうね。焼かれない。お前はミニオン捨てられるであろう。なるほど、ビショップで何が出てくるんだろう。
対局開始。グランドトーナメントへようこそ、チャンピオン。まあ。難しいな。うわー、ハントさんがクラクシどうやって倒せばいいんだろう。厳しいな。マルチ、うわー、わかんないに出てきた。あ、どうすっかな。とりあえずここは倒します。チェックメイト、ね、でとりあえずエレクタで、なるほど、払い清め打つとこないな。3人のままでいいか。別にこれ回復しなくてもいいな。なぎまら2回打っていただきましたもんね。となるとこうやって、これでいいかな。あ、しまった。いや、何やってんだ。時間帯だからかな、ひどいな。普通にこれ OK なんでソウルプリストで倒せますもんね。まあいつもこんなもんか。現在4時44分ですからね、不吉な数字でございます。さて、自分で自分の首を絞めてしまったというわけですが、待っとるんかい。クトゥーン、クトゥーンか、クトゥーン強いな。で、ここで改めて、なるほど。いや、これ今大きなよ出すで、サークル打つ、みんな倒す、払い清めする、回復するみたいなね。どうなんだろう。そこまでしなくていい。いや、そこまでしなくていいか。それは俺の劇だ。とりあえずまったり行きましょう。まだハンドに余裕はありますからね。いや、これきついな。
これにですよ、密言死を使っちゃうとクトゥーンどうするのって話なんですよね。でこのデッキ確か密言死が入ってたかな、あ、いやごめんなさい、1枚入ってるんですけど2枚入ってたかな。来た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 、こうだわ、こうしてこれだ、しまっちゃうおじさん、来た来た来た、行けましたよ皆さん。それは俺のケーキ。いやこれ決まった、アート翼くん。クテンは我が盾なり。いやこれ素晴らしいな。であとはプリストらしく一生もう盤面取っていきましょう。おおおおお、これ難しいとこだな。10枚10枚と、あいや、それは俺のケーキだ。じゃあ盤面取れたぞ。払い清めしますかこのラグナロス。遊びに付き合う暇はない。どうしようこれ、ラグナロス取られたら終わりですよ。ですよね、そんなことじゃないかなと思いました。もうめっちゃドロー回してる。これなラグナロスどこにいるんだろうな。ですよね、そんなことだろうと思いました。いやーこれはどうしようもないな。
何をするべきか。これどうしよっかな。なら倒しかないですよね。次のターンにクトゥーンが出てくることはないから、あの呼び声が聞こえるか。どうすればいいんだろう。よく耳を澄ませ。とりあえずこうして、終わりかな。あの呼び声が聞こえるか。いやー、もうクトゥーンどうしたらいいんだろう。よく耳を澄ませ。なるほど、閉まっちゃうのかクトゥーンを。なるほど。てめえが血を流す番だ。あいや、それは俺の劇だ。これで次のターンでクトゥーンが23ですよね。23点飛んできて、リーサルはないですよね。全然あるのか。いや、ないよな。ほぼないですよね。なのでこのまま、いにしえのものがなく、お前はデッキに裏切られた。きついなこれ。クルは使わないとだな。あいや、それは俺の敵が流す番だぜ。どうして、こうかな。興味使いますか。あいや、それは俺の劇だ。終わったよ。これでクトゥーン出されても。次閉まっちゃえばいいわけですからね。夢見るわ。マジだ。終わりだ。
長ぐらいのやついるのかな。さすがに無理か。おお、結構生き残った。意外。1234567891011115点。いったいったいった。マジか。これ完全に運が良かったですね。いやー、ごめんなさい。ちょっと面白い出来だと思うんですが、自分に使いこなすのはなかなか難しかったです。ごめんなさい本当に。でも発想は素晴らしいなというふうに思いましたんで、やっぱ埋葬がないのはちょっと苦しいなと思いました。しまっちゃうおじさんでしまっちゃうのはいいんですが、結局断末魔は起きてしまうので、そこはちょっと難しいところだなというところですよね。あとやっぱイセラとかどうしちゃおうかなっていうところですよね。しまっちゃった後三三が残っていて、それ沈黙引けてないとっていうところもありますからっていうところもあったんですけども、まあでもね、払い清めっていうのはやっぱみんなにパッションを与えたカードですから、それ使いたくなる気持ちはよくわかります。自分もね、ちょっと負けずにプリストの面白いデッキを考えたいと思います。まあいいですかね。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。